吉田さん、開けてもくれてもって言葉がありますけどもまあなんかね一つ特技を身につけようと思ったらまあ密にやることかなと思うんですよあそれこそねあの間を空けずにやることかなとでサラリーマン勤めとかをしていると残念ながら勤務が終わっちゃうんですよね夕方とか夜になったら仕事が終わってその仕事のことをあんまり考えなくてもいいやらなくてもいい時間っていうのが与えられちゃうんですよ で休日まででで会うんですよねで休日に仕事のことを考えたり仕事をやる人ってのはなかなかいないしできればやりたくないと思ってるんで密じゃないんですよね適度に休憩があって適度にそこから離れる時間があってって感じですかね、まあ、けどそのインターネットを使って情報発信する特に YouTube をするってことはずっと密なんですよねきっとねあの何もかもがあこれ使えるなっていう動画のネタになったりとか これを使おうかなと思って体験したり商品を購入したりなんかサービスをやってみたりとかねとにかくあの24時間がインプットでありアウトプットでありでそんな感じになると思うんですよつまり密なんですよね意識をいつも使っていてそれにつながらない行動や時間はないっていう感じですかで私がねインターネットビジネスをすぐ始めた頃っていうのはパソコンをやってる間も もちろんビジネスだしパソコンやってない間も面談ですとかそれから誰か話を聞きに行くとかねえそういう感じで密でしたねなんかねで1分でも1秒でもその時間をもう惜しむというかまあ寝てる間もあのー、アフィリエイトの制約通知が来たら飛び起きてね見るみたいな感じでしたねまあ実際は飛び起きてないですけども。 <laughs> 眠い目をくすりながら iPad を見ておっ売り上げまた上がっとるやんみたいな一晩でねやっぱ10件とか20件とか売り上げ上がるんでそりゃ寝てる間もね目が覚める夢に見るみたいな感じですよねやっぱ一晩で10万とか多い時には20万とか寝てる間に売り上げが上がると、うん、で起きてる時には寝てる間に売り上げが上がる仕組みを作るって感じですよね <laughs> そんなことがいろいろと繰り返されていてまさに寝てる間も あのまあ、コンサルのね、えー、オーダーのメールが入るわけじゃないですか起きたらああ何件入ってるなみたいなねああ質問来てるなとかね寝てる間も受付っていう仕事をテクノロジーがやってくれるということなんですよこれがだからねインターネットの仕組みがなかったら私が起きてで何時から何時まで受付電話を開けてますよっていう時しかコンタクト取れないんでよくあれ家電とかの サポートあるじゃないですか。あれ、平日のね、朝10時から夕方5時まで。で、土日はサポートやってませんみたいなね、ありますけども。じゃあ、普通お勤めしてる方がどうやってサポートを受けるんだよって話ですよね、そんなのね。だから、本当夜とか土日とか、サポートを受けたい時に、時間が空いてる時にサポートしてくれるわけですよ。うんざりしちゃいますよね、そういうのはね。まあ、でも、インターネットのおかげで、最近でしたら、 あの,自動的に、ね、あのまあ AI っていうかシステムが回答してくるみたいなのがありますよね。LINE で質問をしようと思ったら「ご質問はどんな感じですか?」って言って「1234」ってなんか選択肢があってねで「あ2」かなと思って2選択したら「その中でのどれですか?」って感じでまた選択肢が出てきてねでその選択肢に答えていけば回答までたどり着いたりとかまあそこまでしなくてもネットでねなんか検索したら回答が出てますよね。 例えば新製品のシェーバーとか言ってねあれがちょっと調子悪くなったなと思ったら商品名で検索してこんな症状の時はみたいにやるともうすでに誰かがその疑問にぶち当たってそして誰かが答えてるみたいな膨大な Q&A がこの集合値として多くの専門家ユーザーから上げられてるんで、まあ、回答にたどり着きやすくなってるっていうのもインターネットが24時間密になって受け付けてくれるからじゃないかなと思うんですよ まあその中でね、やっぱこう即家塾にしてもそうだしドリームアカデミアにしてもそうだしなんかそれで生きてるっていう感じですよねドリームアカデミアの中で生きてる即家塾の中で生きてるだから生きていく方便として仕事をやってるわけじゃなくてもう仕事の中で自分の人生があるみたいな感じですよね今はねいつかそれを手放す時までずーっと密なんでしょうきっとその密っていうのが足りないんじゃないかなと思うんですよ圧倒的に差がつくとしたら同じ1年同じ3年同じ5年 という時間を与えられていて、密にやる人と、休憩と、作業と交互にやる人ね。で、私たちなんてすでにもうね、吉谷さんもそうだと思いますけども、仕事の疲れを癒すために、また動画撮ってるみたいな飯でも食うか、カメラ、ボタン、ポチーみたいなね。結局それも、仕事かいみたいなね。そんな感じですよね。すべてが密。 だから撮影機材ってのはなんかすすごいいいコスパいいですよね私も10万のカメラ買ったじゃないですかしばらくはそれまでの S6900 っていうクールピクス、ね、こちらがねメルカリで、まあ、8000から1万2三千0 0 0円の間で売ってるんですけどもそれを5台も6台も買ってきてその古めかしいカメラで撮ってるところから脱却してこのソニーの Vlog 用カメラ10万円もしたやつ買ったんですけども なかなか最初使ってなかったですよね。である時から使い出して今に至るんですけどもカメラ使い出して慣れてきたらね随分使ってますよね。この10万のカメラ完全にもうコスパ最強ですよ。普通デジカメ買う人ってはいデジラカメラ買いました新品で珍しいから撮影しました。ね。で23週間後もう使ってません埃かぶってます。でたまにまたねカメラ持ってきて使いました。 前回使ったの1年前ですとかね。もう新型出てる。そんな感じでしょ。私これカメラを使い出して毎日フル稼働ですよ。それこそね、電池が撮影するときに切れるんで、切れたことは何回もあったと思います。この動画撮ってる時に電池を3つバッテリーを買って常に充電状態ですよ。だからいつバッテリーが切れても、いつ SD カードがいっぱいになっても、すぐ入れ替えて次の瞬間また撮ってるみたいなね。カメラだけはずーっと ここに君臨してるとで昔のデジカメだったら温度が熱くなってねもう撮影できませんっていうタイミングが来るんですけどもまあ今はねいいですね Vlog 用カメラデジカメでありながらムービーですからこの今私が使ってるあのー、ZVG1 ってやつですかちょっと忘れましたけどソニーのやつねさすが10万するだけあってねタフですよバッテリーが熱くなることもないし SD カードがオーバーヒートすることもないずーっと撮影できてるんでおかげさまでこれで1日中 仕事ができるとということになりますよね仕事同時に私はこれ人生の記録が取れてるのと自分の姿を見ながらね撮影してますからね今もこれ自分の姿を見てるわけなんですよもう喋って5分か10分になると思いますけども5分10分自分の姿を見る人って現実いるんですかねナルシストな女性でも鏡を見て5分10分はなかなかいないんじゃないかなもちろんヘアセットとかね時間あの使いますからメイクとかその時はやるでしょうけどね そのぐらいいじゃないですかねでもそういう人たちよりも私たちは自分の姿形を見てる時間は長いです。ですんでこうやって寝起きで髪がバサバサの時は帽子かぶろうかなぐらいのね気持ちにはなってくるわけですよね。まあ吉田さんは頭爆発でひげボーボーの時にね撮影したりとかしてそれがまた味になってますけど、まあ、私も似たようなもんですけどね。ということで密にやるということが大事なんではないかなと。うん、密にやらずして何とするですよね。 年収300万もやっぱり密にやると5600万にもできるしまあ疲れちゃいますけどねやっぱりねだから疲れない仕事をすればいいのかなとあそうそうあのなんですかね40代50代で、ま、なかなか正社員がないとかね言うんですけどもいや私ね40代50代で IT を極めれば引く手あまだだと思うんですよ で案外ね40代50代ってその MS ドスとかね Windows の95とかがこの世の中にバーンと出てきた時に20代社会に出て若者ですからね大学生とかむちゃくちゃいい時期にむちゃくちゃいいテクノロジーが安価で私たちの手元に落ちてきたのになんであれから20年経ってそこを避け続けてるのかなってところですよねあの少なくとも IT を手に入れると全部の問題が解決すると。本当に思いますよね。今40代、50代でも給料が安いとかね。それから結構ブラックロードだって人は IT のテクノロジーを手に入れてないんじゃないかなと思います。まあ手に入れたにしても、その IT のテクノロジーが自分の暮らしや時給に反映されるまでにはちょっとまだできてないのかなと思いますんで、やっぱりね、IT だな。 多くの40代50代が避けているこの IT っていうものを誰が真っ先に手に入れるかまあそれをね私は先にしたっていうだけなんで、うんまあ、もももう種資格ななないいいととえばないのかなと思いますまあけど今までやらなかった部分相当密にやらないと追いつけないと思いますけども、まあ、でもねこのテクノロジーの波に乗らずに自分の人生の波を手に入れることはないんではないかなと思いますまさに波ウェブですよね じゃあ今回はミッツということでお送りしましたいってらっしゃい